ついに金曜日だ。竹内さんたちと立てた作戦がうまくいってくれるといいんだけれど。今日は待ちに待った部活動の日だぞ。俺が合図をしたら狩りのスタートだ。いいな。おい日野、あんまりじらすなよ。俺はもうこの一週間ずっとうずうずしてんだ。死んでおったら随分興奮しちゃってるじゃない。ダメだよ。竹内は僕の獲物なんだから。風間さんに忖度しなければならない言われはないはずですが、勝手に獲物を私物化しないでいただけませんか。ゲームに先輩後輩なんて関係なしですよね。私も本気出しちゃおっと。あら、黙り込んでどうしたの？緊張しているのかしら、発作君。そうなんです。この日のために何度もイメトレしてきましたから。嘘は言ってないよ、本当に。何度も頭の中で練習したからね。どうか、うまくいきますように。よう、竹内。こんな遅くに呼び出して悪かったな。聴覚室には、ここには映像を映すためのプロジェクターやスクリーンといった他の教室にはないものから、よくあるパイプ椅子やロッカーなどが並んでいる。部屋の中央には、予定通り竹内さんが待っていた。大丈夫だよ、日野くん。今日は特に何も用事がないからね。それに、大切な話があると言われたら、無限にするわけにはいかないじゃないか。ところで、後ろの人たちはその大切な話に何か関係があるのかい？どうやら見知った顔も何人かいるみたいだけれど。ああ、こいつらもお前に話したいことがあって来たんだよ。この上なく大切な話さ。お前の命に関わる、な。日野さんが指をパチンと鳴らすと、手はず通り、僕たちはそれぞれ凶器を取り出した。みんな竹内さんが何も知らないと思って、ニヤニヤ笑っている。日野くん、これは何の冗談かな？冗談なんか一つもないさ。全員が本気だよ。お前の命をもらうためにな。お前は我々のターゲットになったんだ。日野さんも大きなサバイバルナイフを取り出した。突然こんな状況になったら僕なら絶望しちゃうだろうな。竹内さんと一瞬目が合う。大丈夫です。僕、作戦通りにやり遂げてみせますから。どうするかはお前次第さ。竹内、さあ、ゲームのスタートだぜ。日野さんの合図と同時にメンバー全員が竹内さんに襲いかかろうとする。その時、ポケットにしまっていた僕のスマホが震えた。大河内君からの合図だ。彼は今、安全な場所でタイミングを見計らってくれている。僕はすぐさま、バレないように部屋の電気を切った。視聴覚室には外から光が入ってこないよう、窓という窓に分厚い暗幕がかかっている。おかげで部屋は、一瞬で暗闇に包まれた。はぁ？なになに？誰か半でうふふな時間に突入したい人でもいるの？あら。ぐ、最悪ですよ、風間さん。人生の汚点です。さっさと僕の上から降りてください。ああ、ごめん。僕の足、長いから君に絡まっちゃったんだよね。僕のクッションになれて光栄だと思いたまえよ。ちょっと、いいから誰か電気つけてよ。これじゃ何にも見えないじゃない。今スイッチを押してるのに全然つかないんだよ。もう我ながらなかなか迫真の演技。もちろん本当はスイッチを押すふりをしているだけだ。僕ってば映画の主役、できるんじゃないかな。そうだね。しゃらくせ、適当に殴れば竹内に当たんだろ。あだ、振動、それ僕。ああ、そこにいるお前が悪い。そうです、あなたが悪い。落ち着いて、迂闊に動くと危険よ。これはおそらく敵の罠。おいおい、竹内、こそこそ何をやろうって言うんだい。こんな卑怯な手を使うなんて、君はせこいやつだな。味方に殴られても、どっしりと構える僕を見習って、ギャー。ドスンという激しい音の後、風間さんの叫び声が上がった。おい、今度は誰だ？誰が僕の上に乗ってるんだよ。痛い痛い、すっごく痛い。誰か助けて。いたたたた。おい、荒井か？荒井が逆恨みして、僕に何かしてるんだろ。あたたたたた。違いますよ。僕なら確実に心臓を人差しするので。ギャー、風間さんたら受け、ギャー。またドスンという音がして、今度は福沢さんの悲鳴が上がる。痛い痛い、もう何なのよ。うう、目をやられた。美しい僕の顔に傷がついていたら、どうしてくれる？よし、ここまでは計画通りだよ。実はあらかじめ、暗闇に目を慣らしておいたカスさんが、部員に次々と闇討ちをかけている真っ最中。どうやらカスさん、素手でもすごく強いらしい。すごいな、カスさん、マジで万能だな。そのおしゃれで長い爪を使って、大人数相手を軽々ノックアウトさせてしまうほどなんだとか。不意をつけば、殺人クラブのメンバーだって倒すのもわけない。大河内君がタイミングを見計らい、僕がチャンスを作り、カスさんが敵を無力化させる。
反撃ののろしは上がった。かっこいい。その間に竹内さんはサンブラッキーの力を使うための準備を整えているはずだ。ふん、小賢しいな。そんなもの俺には通用するか。こんなこともあろうかと、暗視ゴーグルは常に携帯してある。え、何それ。そんなのズルだよ。きっと今頃、日野さんは得意げな顔をしているに違いない。こっちもそれくらいの装備は用意しておくべきだった。後悔しても、もう遅い。おお、見える。見えるぞ。なんだお前は。どこのドイツだ。それに、竹内はどこ行った。クソ、邪魔だ。うぐ。カシさんのうめき声が聞こえてきた。きっと日野さんに切りつけられたに違いない。どうしよう。このままじゃ助けたくてもできないよ。電気をつけるのは計画にないことだし。何のために俺たちの邪魔をする。まあいい。障害は排除するに限るな。死ね。このままじゃカスさんが危ない。え？どうしよう。でも電気つけたところで逆に危なくなるんじゃないかとも思うんで、一旦電気をつけないにしてみるか。どうしよう。こんなの作戦のうちになかったよ。どうすればいいんだろう。もたもた迷っているうちに。あら、つくじゃない。岩下さんが電気のスイッチをオンにしていた。同時に僕の目に飛び込んできたのは。加瀬さん。血まみれになって倒れている加瀬さんだった。その目は大きく開かれ、顔は苦悶の表情に歪んでいる。胸には深々とナイフが突き刺さっていた。ああ、僕がもっと早く電気をつけて助けに入っていれば。おい、誰だこの女は。つい殺してしまったじゃないか。誰が呼んだんだ。おそらくホスタ君ね。え、どうして僕なんですか。あなた、さっき何度もスイッチを押しているのに、電気がつかないと言っていたでしょう。でも私が押してみるとあっさりついたわ。これって不思議じゃないかしら。それはたまたまで。いいえ、あなたは嘘をついていたのね。今のあなたの顔を見れば、それくらいすぐにわかるわ。岩下さんは、手に持つカッターをカチカチと鳴らした。静かな足取りで、一歩二歩と確実に近づいてくる。私は嘘をつかれるのも、裏切られるのも嫌いなの。ましてやその両方を一気にされるなんて、とんでもないことだわ。日野くん、構わないわよね。ああ、お好きにどうぞ。カッターの刃が一瞬きらめいたかと思うと、喉元がカッと熱くなった。指で喉仏のあたりを触ってみると、ぬるりとした気持ちの悪い感触がする。血だ。喉から流れる血。僕の喉は、ぱっくりと一直線に裂かれていた。ごきげんよ、ホスタくん。その顔。二度と見せないでちょうだいね。あ、ダメエンドっぽいね。これダメエンドっぽいな。やっぱそうだ。罪深き者には罰を。電気つけたら良くなんのかな。ちょっと戻ってみましょうか。はい、じゃあ電気をつけてみましょうか。ダメだ。僕はとっさに電気をつけた。もう作戦なんて言っていられないよ。部屋中が明るくなって、日野さんはナイフを振り上げた状態で動きを止めた。明るすぎて暗視ゴーグルが使い物にならなくなったんだ。その隙にカスさんは素早く身を翻して、日野さんのナイフの届く範囲から離れる。彼女の肩は制服が裂け、血が流れ出ていた。最悪の事態は免れたようだ。でも、竹内さんの姿はどこにもない。一体どこに行ったんだ。消えるなんて予定にないよ。カスさんが奮闘する間、竹内さんはサンブラッキーに集中する手はずだったのに。もしかして逃げたの？いや、そんな気配はしなかった。扉を開けたら光が漏れて気がつくだろうし、そもそもあの竹内さんが逃げるはずなんてないよな。誰だよその女。それに竹内がいねえぞ。俺がこれで見た時はもうどこにもいなかったぞ。まったく次から次へとなんだ。日野さんが暗視ゴーグルを投げ捨てる。どうしよう。僕はどうするべき。ねえねえ、まだ目が痛いよ。これどうなってる？誰か見てよ。ああ、まぶたからざっくりいかれてますね。視力はそのうち元に戻ると思いますが、傷跡はきっと残りますよ。ひひ、ご愁傷様です。もう何なのその女。さっさと殺しちゃいましょうよ。はは、お前一人で俺たち全員を相手にしようと思ったのか。なかなか肝が据わってんじゃねえか。ただし、とんでもないバカだがな。計画外のハプニングだ。もう一度電気を切って、体勢を立て直すか。お待ちなさいな、ホスタ君。あなた、さっきからこそこそと何をしているの？部屋。僕ですか？え、いや、何もしてないですよ。嘘をおっしゃい。電気がついた瞬間、あなたがスイッチに手を伸ばしていたのが見えたのよ。だって、暗かったらまずいでしょう。さっきから必死にスイッチを押していただけですよ。あなた、私に嘘をつくつもり？じゃあ今は何をしようとしていたの？また電気を消そうとしていたのではなくて。
岩下さんがカッターを銃口のように僕に向け、ゆっくりと近づいてくる。唇をチロリと舐めるその舌は、身も凍るほどに赤かった。ごくりと僕は唾を飲む。僕じゃとてもじゃないけど、岩下さんに勝つことはできない。このままじゃ確実に殺される。けれど何もしないよりは。うおー。僕はチェーンソーを鳴らして岩下さんに突撃した。カスさんが逃げるための隙が少しでも作れるなら、それでいい。岩下さんは僕の決死の攻撃を軽くかわすと、舞うようにカッターの刃を振り下ろした。うわ。右腕が大きく切り裂かれ、僕はあっさり武器を取り落とす。ギャインと短くエンジンが鳴って、チェーンソーをあえなく沈黙した。うう、僕は時間稼ぎすらできないのか。待て、岩下。裏切り者の処分は後だ。それより、竹内を見つけたぞ。あそこだ。と日野さんは、垂れ下がった暗幕の一つを指さした。暗幕の裾からは、緑のラインがある上履きがわずかに見え隠れしていた。まずい。あれは3年生の上履きだ。とっさに隠れたはいいが、爪が甘いな、竹内。ホッサーを使って俺たちを貶めようとしたんだろうが、そうはいかんぜ。一歩一歩、日野さんは暗幕までの距離を縮めていく。手にある大きなサバイバルナイフが、ギラギラと血を求めるように光っていた。岩下さんに見張られ、僕は一歩も動けない。カスさんも同じく、この状況では何もできないだろう。万事休すだ。竹内さんが殺されてしまっては、この計画は水の泡。このままじゃ、皆殺しにあって終わりだった。さあ、さっさと俺に殺される。出た、決めポーズ、日野さん。息を言おうとした日野さんの手で、暗幕が勢いよく開かれる。一瞬の静寂。なんでお前がここにいる？竹内はどこだ？そこにいたのは、大河内くんだった。そうか、もしもの時のために、あらかじめそこに隠れていてくれたのか。今だ、竹内さん。あっけに取られた日野さんをよそに、大河内くんは今まで聞いたこともないくらいの大声で叫ぶ。ありがとう。助かってよ、大河内くん。カスさんも、ホサくんもありがとう。すごいな、君たちは。かっこいいね。部屋にあったロッカーが、けたたましい勢いで開いた。出てきた竹内さんの体は、肌を覆い尽くすほどの植物のツタに覆われている。同期完了だ。あの人の研究も、たまには役に立つね。ツタの中で竹内さんが穏やかに笑った瞬間、何本もの巨大なツタが、窓ガラスを割って突っ込んできた。高柳実。体内のサンブラ成分を使って身体能力を一時的に底上げする？あっはっは、かっこいいね、それ。できそうですか、高柳先生。できるわけないでしょう。サンブラはそんな何でもできる万能植物じゃないんだよ。でもそういうロマン、スーパーヒーローみたいで嫌いじゃないがね。なら何か身を守る手立てはありませんか？向こうは殺しのプロらしいんです。先生だって僕のような貴重な実験植物が死ぬのは困るでしょう。そんなドライな男だと思われてるのかい？私は主治医として君のことを一人の人間だと思って見ているよ。もちろん命を狙われている件については心配しているし、何か力になってあげたいとも思っているさ。まあそういうことで構いませんよ。僕の他にもいろいろな実験をしてるんでしょ？その中で何か役立ちそうなものはありませんか？そうだな。これなんかどうだろうか。サンブラ機の種に遺伝子操作を行った、いわば品種改良したものでね。どこでもすぐに育つのが売りさ。それも巨大に成長する。園芸の相談をしに来たわけじゃないんですけれど。君はどうしてそう私に当たりが強いんだい。私こそが君の一番の理解者なのに。いいかい。さっき言ったように、これはサンブラ機に遺伝子操作を行ったものだ。さらにもう少し改良を加えて、君の体の中のサンブラ成分と限りなく近い遺伝子を配合すれば、意のままに操れるようになるだろうね。なるほど。それを使えばもしかしたら、完全に操れるようになるまで、つまり、君とこの子が同期するまで、多少の時間はかかるだろうが、その後は鬼に金棒だろうさ。すべては君次第だがね。頑張ってくれよ。君が死ぬと、私は困ってしまうからね。なるほどね。さすがにここまですると疲れるな。気を抜くと倒れそうだよ。椅子や窓ガラスが散乱する部屋の中でも、竹内さんはあくまで穏やかだった。大暴れして、暴虐の限りを尽くした巨大植物たちは、何事もなかったかのように学園の地下へ引き返している。竹内さんの園芸は想像以上に過激だったけれど、
なんとかうまくいったみたいだった。僕も今すぐ眠りたいですよ。こんなのはもうごめんです。風邪ひなた。にゃはは、一時はどうなることかと思ったけど、なんとかなるもんやね。すごいなんかいい人だな、やっぱ。竹内さんの動機が間に合わんかと思ってヒヤヒヤしたんよ。あの暗闇の中、一瞬で竹内さんと上履きを交換することを思いついた大河内くんの起点と言ったら、本当に頭が上がらない。さすがだね。やっぱ木を見れるってそんなすごいことなんだね、やっぱね。そういうタイミングだった気がして、大河内くんは言っていたけれど、彼の木を見る力というのは、言ってしまえば、究極に突き詰められた第六感のようなものなんじゃないだろうか。株とか買ったり売ったりしたらすごい力を出しそうですね。日野さんたち、一体どうなったんですか？僕は倒れている6人を見下ろした。巨大植物に攻撃されたせいで、みんなあちこち傷だらけだ。呼吸をしているから、どうやら死んでいるわけではないみたい。耳から細いツタを入れて、ちょっと脳をこれなんだ、縛らせてもらったかな。ざっくり言うと、もう殺意を芽生えさせないようにしたんだ。うわぁ、それだけでおとなしくなってくれるといいな。一番平和的かもしんない。これにて一件落着ってことやんね。よっしゃ、みんなで美味しいもの食べに行かん？焼肉焼肉。カスさん元気だな。さっきまでの死闘が嘘みたいだ。それより、ホスタ君とカスさんは、怪我の手当てが先じゃないかな。こんなん、ツバつけときゃそのうち治るって。あたい、お腹減って死にそうなんよ。そうだ、忘れていた。右腕をカッターで切られていたんだったな。さっきまで何ともなかったのに、思い出したらどんどん痛くなってきたや。ピンピンしているカスさんを見ると、僕とは体の作りが違うんじゃないかって思えるよ。竹内さんの言う通りだ。二人とも今は手当てをするべき時だよ。あはは、大河内くんにそう言われちゃ逆らえないな。手当てをしたら、僕もすぐに焼肉を食べに行きたいよ。もう一週間は何も食べていないんじゃないかって思えるほど、お腹がペコペコだ。それにしても、この部屋の惨状、どうしたものかと思ったけれど、今はもう何でもいいか。竹内さんも僕らも、みんななんとか助かったんだから。なんかいいなぁ。なんかすごいその組み合わせいいなって思っちゃった。他にもなんかいろいろしてほしいなって思っちゃいましたね。はい。というわけでございまして、また別の選択肢ね。そもそも最初に、今この竹内さんに相談ルートで来たんですけど、まあそうじゃないルートだと、竹内さんたち味方になんないかもしんないけど、まあどうなっていくのかっていうところね、見れると思うんで、楽しみにしていただけたらと思います。というわけでプライムでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。